マサリク大学は、チェコ共和国における2番目に大きな総合大学である。コンポステラグループ及びユトレヒトネットワークに所属している。1348年に設立されたカレル大学、1573年から1860年まで存在したオロモーツ大学に次ぎ、チェコにおいて当時現存する2番目の大学として1919 19年。 ブルノに設立した。今では10の学部と35,115人の学生からなる。大学名は、チェコスロバキアの初代大統領であり、チェコの2番目の大学の運動の指導者でもあった、トマーシュ・マサリクに由来する。チェコの生物学者、ヤン・エヴァンゲリスタ・プルキニエにちなみ、1960年に、ヤン・エヴァンゲリスタ・プルキニエ大学と名前を変えた。1990年に、 ビロード革命に従い、元の名前に戻された。1922年以来、17万1000人を超える学生がこの大学を卒業している。マサリク大学は1919 19年1月28日に4つの学部を持つ大学として創設された。ハレル大学の教授であり、後にチェコスロバキアの大統領となるトマーシュ・マサリクは、マサリク大学の設立に大きく貢献した。 チェコ第二の大学の設立は、オーストリア・ハンガリー帝国の崩壊後にのみ、可能であった。ブルノのチェコ市民たちに力を与えることを恐れた、ドイツ制御下の市議会の抵抗があったからである。ブルノは当時バイリンガルシティであった。ブルノでの大学設立を支持する注目すべきデモが1905年に、起きた。世界大学ランキングでは六百1から八百位に、一致する。同範囲に、 日本の千葉大学、東京寺警戒医科大学、神戸大学、早稲田大学などが順位する。https コロンスラッシュスラッシュ www.muni.seize スラッシュ en。ありがとうございます。